はい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。今回は PC 版のモンスターハンターワールドを配信するためにお迎えした新 PC をご紹介したいと思います。いつもはだいたい自分で組んでしまうんですが、今回は時間がなかったのでパーツだけ選んで PC ショップの店員さんに組んでいただきました。ちなみにモンスターハンターワールドをプレイするだけなら当然ですが、ここまでのスペックは必要ありません。あくまでフェイスリグを連動させつつ、 YouTube とニコニコでそれぞれ別配信ソフトを立ち上げて PC 版モンスターハンターワールドを同時配信したり、 4K 動画を編集したり、あとは営んでる自営業の作業を快適に行うための構成です。モンスターハンターワールド PC 版の推奨環境と最低動作環境に関しましては公式をご確認ください。また新 PC でモンスターハンターワールド単体をプレイした時にどのぐらいのフレームレートが出るかも試してみましたんで、パソコンを紹介した後にご説明させていただきます。それでは CPU からご紹介いたします。インテル Core i9-7960X。 ゲームだけであればコア数が少なく周波数の高い CPU の方が良かったりするんですが、動画のエンコードや同時配信するためにはこちらの CPU の方が私にとって快適かなと思い採用しました。 Core i9 で一番スペックが高いのは 7980XE なんですが、いろいろ見ていたら 7960X の方がバランスが良さそうなんでこちらを採用しました。続きましてグラフィックボードです。 MSI GeForce GTX 1080Ti。 これめちゃめちゃ迷ったんですよ。 4K にも使えると豪語しているタイタン V にしようかなと思ったんですが、タイタン V ね、お値段が40万近くするんです。これをね、悩んでる時間が一番長かったです。 YouTube ライブの 4K 配信、現在は遅延がひどくて現実的ではないという点を考えると、動画撮影ぐらいでしか 4K を使わないのでこちらの 1080Ti を採用しました。続きましてマザーボードです。 ASUS TUF X299M1。 拡張性と安定性、そして何より耐久性を重視して選びました。毎日ハードに使うので名前の通りタフなマザーボードを選びました。続きましてメモリです。 G スキルの DDR4-3200 の 8GB の2枚セット、それを2つ合わせて4枚、 32GB です。 DDR4-3200 の高クロックで利用したいためこちらを採用しました。ゲームだけであれば 16GB でいいのかもしれませんが、動画編集などいろいろと使うので 32GB にしました。続きまして SSD の一つ目はインテル Optin SSD 905P を採用しました。こちらは最近発売された SSD なんですが、ランダムアクセス性が高く耐久性が異常に高いのでサクサク安心して使いたいのでこちらを採用しました。この SSD にクロート指向の M.2 用PCI Express 変換ボードをかませています。 PC ショップの店員さんにかました方がいいって言われたんでかませました。理由はよく覚えてません。そして SSD2 枚目はウェスタンデジタルのブラックの M.2 の 1TB です。 M.2 としては高速で発熱しづらいので2枚目として採用しました。そして CPU クーラーはクライオリグの A80。これは簡易水冷です。空冷だと CPU がさすがに難しいということで泣く泣く簡易水冷にしました。電源ユニットはシーソニックの AT プラスプラチナの 1000W。 安心のシーソニック、余裕を持っての 1000W です。ケースはフラクタルデザインのディファイン R6。 これも最近出たばかりのケースでしてとても堅実な作りになってます。サイドパネルがガラスバージョンもありますが、私はピカピカするパソコンちょっと苦手なんでガラスではない方を採用しました。 OS はマイクロソフトの Windows 10 Pro です。ここからは専門外なんでフィーリングで選んでるんですが、モニターは Acer の 4K です。これ Amazon 限定のやつなんですけど、 4K 以外のモニターが 31.5 インチなんでそれに合わせたかったというのと、他の 31.5 インチのモニターと比べて安かったんでこちらにしました。
特に遅延なども体感はしてません。そしてマウス、マウスはエレコムのトラックボールマウス使用してます。これ好き嫌いめっちゃ出ると思います。親指が凝ったりするんですけど、長く使ってて手にフィットするんでこちらを採用しました。そしてフェイスリグを動かすためのウェブカメラはロジクールの HD プロウェブカメ C920R ですね。 C920 シリーズはほぼずっと使ってるんですが、それの最新バージョンみたいです。ただロジクールのウェブカメラあるあるなんですが、最新のモデルが一番画素数がいいかって言ったらそんなこと全然ありません。2年前に出たやつが一番画素数がいいとか、フレームレートはこれがいいとか、そういうのありますんで、もしロジクールのウェブカメラを購入するときは性能の比較をしっかりして選んでいただきますようお願いします。とはいえこちらのウェブカメラはフェイスリグを動かすことだけを考えると十分すぎるスペックです。キーボードやオーディオインターフェース、マイクや 4K ではない 31.5 インチのモニターに関してはすでに持っているものを流用しましたので、今回の値段には入れてません。配信機材詳細は質問動画でお答えしておりますので、よければそちらをご確認ください。ちなみに配信中はパソコン3台稼働してモニターは6枚使ってます。ということでここまでですでに Amazon の一番安い価格で69万と5337円かかっているわけですが、購入当時はアマゾンでももうちょっと高かったりとか、あとはアマゾンでは届くのが遅いので店舗まで買いに行ったりとか、あとは送料や各ケーブル代、そして保証の費用、一番かかったのが組み立て代行代金ですよね。もろもろひっくるめまして、特定防止のためにどれにいくらかかったというのは伏せさせていただきますが、これらの経費が合計で78,997円、余分にかかりました。本当は自分で組み立てる予定だったんですが、時は金なりですね。それとまだまだかかります。モンスターハンターワールドのプレイに合った方がいいコントローラー、せっかくなんでプロ仕様を買いました。レボリューションプロコントローラー2、こちら価格は10,603円と少しお安めに購入することができました。またライブ配信中は私はフェイスリグを使用しておりますので、フェイスリグプロライセンスプラスのライブ 2D モジュール、フェイスリグを動かすためのソフトウェアですね、こちらが8458円です。そしてもちろんこちらがないとモンスターハンターワールドができません。スチーム版モンスターハンターワールドデジタルデラックス版7041円、すべてひっくるめましてモンスターハンターワールドスチーム版を配信するためにかかった費用80万飛んで436円です。ということでこの構成のパソコンでスチーム版モンスターハンターワールドをこちらの最高グラフィック設定で動かした場合、フレームレートがどのぐらい出るか、グラボ純正の測定ソフト GForce Experience を使い確認してまいりました。まずはフル HD1080×1920 の結果からです。拠点で動いている時の計測結果は最低値が91フレーム、最高値が151フレーム、平均が大体ですが120フレームぐらいでした。そしてマップとして重いであろう古代樹の森での計測結果、最低値が74、最高値が120、平均がだいたい98でした。古代樹の森で様々なモンスターと戦闘したんですが、最低値を叩き出したフレームレート74はほんの一瞬だったんですが、流水ギミックで落ちながらリオレウスを見上げてる時の数値です。個人的には PS4 Pro のフレームレート20-40ぐらいでも十分満足していたんですが、とんでもないフレームレートが出たなと感じました。そしてお次が 4K モードの結果です。拠点で動いている時の計測結果が最低値が34フレーム、最高値が48フレーム、平均が大体ですが38フレームでした。マップとして重いであろう古代樹の森での計測結果は最低値が29、最高値が46、
平均がだいたい35ぐらいでした。29は先ほどと同じく流水ギミックで落ちながらリオレグスを見上げている時の数値です。やはり 4K モードですとパソコン版でもフレームレートはガクッと落ちるみたいです。タイタン V であればもうちょっと出たのかなと思います。もちろんですが、グラフィック設定を落とすとフレームレートは 4K モードでも飛躍的に上がりました。とはいえこのスペックの PC でという前提を考えると、モンスターハンターワールドというゲームは比較的重いゲームではないかなと感じました。ハイスペックゲーミング PC をお持ちでない場合は PS4 の方がフレームレート高い場合もありそうです。確定ではないんですが、ロードに関してはパソコンのスペックに関係なく速いと伺いましたので、皆様がどれを重要視するかということでおすすめのものは変わってくるかなと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。 PS4 とパソコン版の比較動画に関しましては後日きっちりとしたものを作成予定でございます。もう少々お待ちください。打足ではありますが、モンスターハンターグッズの撮影用にソニーの 4K デジタルカメラも買いました。今後はこの 4K のデジカメを使い、モンスターハンターのグッズ動画も 4K で撮影し、 4K 動画として投稿していきたいなと思ってます。ついでにたまーに月一歩かないかぐらいで飼っている猫の動画も 4K で上げさせてください。実は紹介したいモンハングッズたまりまくってるんですよね。頑張ろう。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。よくもう PS4 版はやらないんですかとご質問いただきますが、普通にやります。まあただちょっと最近忙しくてまだ歴戦をテオテスカトルもやれてないんですが、明日あたりは歴戦をテオテスカトル初見プレイやっていきたいなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。